京王義塾ニューヨーク学院は、米国ニューヨーク州ウェストチェスター郡にある、私立高等学校、日本の高等学校に相当する、在外教育施設であり、米国ニューヨーク州教育委員会より、正式な私立高等学校としての認可を受けている。そのため、卒業すると、日米両国の高卒の学歴を取得できる、4年生である、京王義塾の一貫教育校の一つであり、卒業すれば、 全員が連携する慶應義塾大学へ進学できる。学部の選択は自由であるが、在学中の成績や出席状況等を考慮の上で決定される。また、入学者の中には、慶應義塾が設置、運営する各中学校からの内部進学者もいる。現在では、国籍や居住地に関係なく、所定の学年を修了していれば、出願を認められるようになっている。 1990年、ニューヨーク市北部近郊のウェストチェスター軍に開港。当時はバブル経済下でニューヨーク周辺での在留邦人が増加し、ウェストチェスター軍は日本人駐在員やその家族が多く居住していたため、その市場を対象として開港した。開港当時には来るべき21世紀の国際社会においてリーダーシップを発揮できる人材の育成を目標としており、 バイリンガル、バイカルチュラルな教育を標榜している。第9学年から第12学年までの男女共学の4年生、高等学校である、ニューヨーク州に認可された、米国の高等学校として、ニューヨーク州私立学校連盟にも加盟している。また、日本の在外教育施設に指定されており、卒業すれば日米両国の高卒の学歴を取得できる。慶応義塾が設置。 運営する一貫教育校の一つであり、卒業すれば連携する慶應義塾大学へ全員進学できる。ニューヨーク学院の所在地、ウエストチェスター郡パーチェスにあるペプシコ本社学校のキャンパスは約11万平方メートルの面積を有し、周囲には野生のリスやスカンク、鹿などが生息する豊かな自然が残されている。現在では、所定の学年を終了していれば、 国籍や居住地に関係なく出願を認められている。2000年までは在外日本人の子女、海外留学者、または外国人に限って出願資格を認めていた。しかしながら止まらない志願者現象の傾向を受けて上記のようになった。入学試験は日本語、英語、数学の筆記試験及び面接によって選抜される。一般入試と書類、日本語と英語の小論文、 数学の筆記試験及び面接をもとに選抜される、英語入試の2種類がある。論文試験と面接に関しては、日本語と英語の二言語によって行われることになる。卒業生は、全員が学院長の推薦により、慶応義塾大学に入学することができる。進学を希望する学部の選択は自由であるが、学院在学中の成績や、出席状況等を考慮の上で決定される。また、 理工学部、薬学部、医学部への進学を希望する場合には、あらかじめ第12学年時に、理数系のコースを履修する必要がある。卒業が6月のため、9月入学を実施している。総合政策学部、環境情報学部、法学部への進学者は、9月に大学へ入学することができる。それ以外の7学部への進学者は、翌年4月の入学までは、 学部研修生として、日吉キャンパスで特別に開講される授業を履修することができる。多くの卒業生は、慶応義塾大学に進学するが、推薦を辞退して、米国内の大学に進学する者もいる。過去の進学先には、シカゴ美術研究所、ジュリアード音楽院、イエール大学、ニューヨーク州立大学、ニューヨーク大学、バークリー音楽大学、ハーバード大学、 ブラウン大学などがある。男女共学。第9学年は60人。第10学年から第12学年は、それぞれ120人。合計420人の生徒が在学する。クラスは、第9学年が、K、E 組の2クラス。第10学年から第12学年は、K、E、I、O 組の4クラスから編成される。生徒の入学前の居住地は、米国をはじめ、カナダ、メキシコ。 キューバ、ベネズエラ、アルゼンチン、ブラジル、英国、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、パキスタン、中国、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマー、グアテマラ、フィリピン、南アフリカ、韓国、日本など多岐にわたるが、国籍はほとんどが日本である。米国の学校同様、9月上旬に新学期が開始し、 6月上旬に終了する2学期制である。年末年始に約2週間の登記休暇。新入生が学院独特のカリキュラムや寮生活に慣れるための期間として入学前の8月に約10日間の日程でプリエントリーと称するプログラムが組まれている。カリキュラムは日米両国の学習指導要項に基づいており、授業で用いられる言語は10%が日本語、90%が 英語である。また通常の教科とは別に、英語もしくは、日本語が苦手な生徒を対象にする及び、JSL と呼ばれる語学補修授業が設けられている。なお、12年生で理系コースを取ると、日本史だけが日本語という英語付けの生活になる。校則はアメリカの学校に近く、日本の学校より若干寛容な傾向があった。制服があり、曜日によって、 ドレスコードが異なる。水曜日と式典等がある日はユニフォームデーと呼ばれ、ブレザーまで着用することが義務付けられる。月曜および金曜日はブレザーの着用義務がなく若干緩和されたルールが適用される。火曜および木曜日に関しては基本的に私服で登校しても良い。ただし、私服の場合にも服装規則があり、カラーがついている服のみ着用が認められている。また、 女子生徒に関しては、スカートの着用が認められていない。また、クロックスやサンダル、ジャージ、ジーンズの着用も禁止されている。体育の授業で、体育着として着用する系をトップリントされた、ペショーツやパーカーを、その後の授業でも着る学生が増えたため、新たに禁止になった。学院設立15周年を記念して、塾家とは別に、 ニューヨーク学院独自の校歌を制作することとなり、シンガーソングライターの小田和正に依頼した。すると、小田自身が作詞、作曲した私立横浜総学館高等学校の愛称歌、遥かな思いを使用するように返答があった。そこで、遥かな思いを熟成などが中心となり英訳し、ニューヨーク学院の愛称歌とされた。校歌を歌う機会は少なく、主に塾歌を歌うことになる。 キャンパスのほぼ中央部に3階建ての校舎が立ち、教室、自然科学系の教室群、音楽室、美術室、コンピュータ室、視聴覚室、レクチャーホール、図書館、カウンセリング室、職員室、事務室等を要する。その東側に体育館が隣接する。グラウンド全般は敷地の東側に位置する。北端に5棟の寮が、南端に2棟の寮が建っており、 北側の寮には寮長の井が、南側の寮には保健室が併設されている。北側の寮と校舎の間に2基の噴水が備わる、広い池を望む形で、松下ホールと呼ばれるカフェテリアがある。また、2016年度に南寮の横にスチューデントセンターが竣工した。1階はホールになっており、演説や集会を行うことができるようになっている。それ以外の施設として、 ダンス部用の鏡張りの設備や、ロック部が使用する部室などが備わっている。また、スチューデントセンター建設に伴い、テニスコートが取り壊された。現在は隣接するマンハッタンビルカレッジのテニスコートを曲がりして、活動している。敷地内には、サッカーグラウンド、体育館が併設され、十5を超える運動部があり、生徒の大半がいずれかに所属している。生徒会や両委員会、 文化祭実行委員会をはじめとした多数の委員会や福沢諭吉研究会、ボランティア部、作動部など10以上のクラブ活動も盛んである。主にサッカー部が競合として知られており、ニューヨーク州のステートチャンピオンに過去4度輝いている。特に近年の活躍は目覚ましく、2001年と2002年の連覇を挟み2004年にも、州大会優勝、2005年には惜敗したものの、 準優勝を成し遂げている。州休部はかつて全米8位となり、オールアメリカンのメンバーとなる選手も輩出しており、慶応義塾大学州休部へ進むものも多い。最近では野球部の活躍もニューヨーク州で注目されるようになった。2007年には、KONY 創立史上初となるニューヨーク州ステートチャンピオンシップに出場し、準優勝に輝いた。昇華座祭り。 大陸祭、美術館や博物館での課外授業、音楽授業の延長である秋春のコンサート、ブロードウェイでのミュージカル鑑賞、スキー合宿、ショッピングモールへの買い物ツアー、クリスマスバレンタイン、卒業パーティー、ロックバンドコンサート、その他多数のイベントが学院や寮、放送部、委員会などによって主催される。特にパーティーや、 体育祭などは生徒を主体として作り上げられていく。キャンパス内に350人が生活できる、男女別の7棟の寮があり、生徒の大部分が親元を離れ新職を共にしている。各部屋を2人で共有する。寮内には共用バスルーム、コインランドリー、ウェイトトレーニングルーム、ラウンジ、ソフトドリンクや、軽食の自動販売機がある。各棟にはスーパーバイザーが1名ずつ置かれている。 食事は松下ホールで取るが、ピザや中華料理などの出前を取ることもできる。平日は原則として、キャンパス外への外出は禁止されているが、週末は学院が認める近郊の市街地に自由に出かけることができる。上級生は保護者の許可を得た上で、ニューヨークシティにまで足を伸ばすことができる。なお、自宅通学が可能で入寮を希望しない1割程度の生徒は、 学院が手配する、スクールバスに手通学する、ありがとうございます。